遠藤オナスチャンネル参拝。はい、どうも遠藤です。スリングフィット100日チャレンジ、今日で68日目です。早速行ってみたいと思います。こちら姿勢改善セット、姿勢改善17分、行ってみましょうか。これヤバそうだな。うえ、まずいぞ、これは。どういう動きだって感じの。久々だな。
ういうい、ういうん、よし、ふう、疲れるこれは、はあ、よし、あれ、もっといかなきゃいけない、うわ、結構挟んだよこれ、うわ。そうなるよね。こんなに今まで押し込んでないよ。なんかちょっとあれなんじゃない。なんかおかしくなったんじゃないこれ。なんかリングコンがおかしくなってる気がするけどこれ。こんなに今まで押し込まなかったよな。ここでやっといてんの。そんなに押し込めなくね。これちょっと難しいぞ。位置が。ブレちゃうもんな、ここだと。ここに挟んでるのか？こうか。こういうことか。押し込むよこれ。うわすげえ内ももに効いてきた。おい、もうこれむずい。また立たんといけんのか。もうこれ良くないね。これ結構吹き飛ぶね。なんか骨の問題かこれは。俺のOkay. また？難しいなこれ。
きついな。あ、きついな。ちょっと滑るのか。いやきつかった。暑い。だったのに仕方がない。厳しい。出た、靴もらった。装備しよう。はぁ、暑かった。はい、ということでリングフィットアドベンチャー、68日目がね、無事に今日も終わりました。今日もありがとうございます。それでは、また明日69日目でお会いしましょう。ちょっとマジでむちゃくちゃマッチョになってきた感じがあるぞ。じゃあバイバイ、お疲れ様です。遠藤オナスチャンネル3杯。